こんにちは、速稼塾の久保です。私ね、先日事務所の台所の水道をね取り替えたんですよ。まあ5万円ぐらいかかったんですけども、そのシャワーノズルにして、あとこう引っ張ったらね伸びるやつ、そういう風にしました。結構いい蛇口にしたんで、私ね5万円かかったんですけども、大満足でございます。で、そこの水道屋さん、依頼した水道屋さんからダイレクトメールが今日来たんですよね。何が書いてあるのかなと思って開けてみるんですけども、一緒に見てください。まずはね、あ、冷蔵庫に貼っといてくださいみたいな、リピート用のこれマグネットですね。それからなんだろう、あ、なるほどね、作業の保証書が届いてました。プラスこういったお客様先代機ってことで、あの職員の対応はどうだったですかとかね、説明丁寧でしたかとかね、あの料金はどうでしたかみたいな、こうアフターフォローですね。これ嬉しいですね。これジャパネット高田さんもこういうことやるんですけども、私なるべく甘くつけるんです。甘くつけるっていうよりも、本当にね、サービスマンさんって家に来てくださる方ってみんないい方なんですよ。まあそりゃそうですよね。やっぱ次もつながりたいですからね。ただね、こうちょっと怪しい業者さんもいるのも確かなんですよ。だからそこはあの、なんていうのかな、まあぼったくられ半分でもいいのかなと思ってるんですよ、私はね。で、そのためにあの、まあ私も水道工事とかやってましたね、ずっとね、訪問営業で。だから大体どのぐらいのコストだったら会社にどのぐらい残るかなとかね、社会保険料とか税金とかって会社払わないといけないんで、だからね、おおむねぼったくりじゃないんですよ。でも消費者から見るとうっとくるような価格ですよね。だからなんか騙されてるような気もしますし、ただ目利きをしないといけないんですよね、私消費者も。このぐらいかかるだろうみたいな感じなんですよ。例えばね、今度の水道事業なんですけども、1回来て家のいろいろね、家を見てくれたんですよ、水道のところで。見積もりを出してくれて、もう1回来て工事するわけですよ。で、2回来ること、出張費を考えたら5万円っていうのはまあ妥当だと思いますよ。水道代、水道のね、蛇口のその機材代もありますしね。だから何でもかんでも上高いなじゃなくって、やっぱりそれだけの価格がかかるんだなっていうふうに私は思うことにしてますけどね。っていうか実際そうだと思いますしね。何でもかんでもぼったくられたみたいな発想は私は違うのかなと思うんですよ。皆さんどういうふうにお感じでしょうか。それでは本日は以上でございます。じゃあ、 あの水道センターさんね、きっちり書いて出しますんで、本当ありがとうございました。